どうも JB です。本日もプロスピースやっていきたいと思います。はい、というわけで本日なんですが、更新来ております。2024シリーズ1通常 S ランクレフトが追加になっております。A ランクとしましては先発が追加となっております。まあ、今回レフト新しい特能がついてる選手が多く出てるような形ですので、また別の動画でこのレフト12選手っていうのは紹介していこうかなと思っております。で、通常 S ランク追加になりましたので、ガチャとしましてグレードアップスカウト来てるような形です。グレード7は S ランクの新選手1人確定と、 S ランクが出たら自チーム確率 30% というようなガチャとなっております。まあ、グレードアップスカウトはね、かなりエナジーのかかるガチャとなっています。まあ、ただ今回のレフトの選手でどうしても欲しい選手がいるっていう方は引いてもいいとは思うんですが、まあ、無課金美課金の方は引かなくていいかなと思われます。今回イベント対決カーニバル登場しております。今回の動画はこの対決カーニバルについてお話ししていこうかなと思っております。そしてこの対決カーニバルで、覚醒選手手に入れられる形ですね。今回はドラフト1位のルーキーが登場ということですので、開幕戦からかなり爆発してる横浜の渡来くんとかが出てるような形ですね。無課金ユーザーからしたらこの覚醒選手っていうのはかなり重要ですので、またね、別の動画でこの重要性についてはお話ししていこうかなと思っております。というような形で、イベント更新来ておりましたので、本日は、イベントの対決カーニバルについてお話ししていこうかなと思っております。それではいきましょう。はい、こちら対決カーニバルの画面となっておりまして、このイベント、V ロード試練チャレンジカップの試合を行って、その試合後に発生する対決をクリアしていき、対決ポイントに応じて累計報酬もらえるような形となっております。14万ポイントで全ての累計報酬手に入れられる形ですね。で、この14万ポイントの間に覚醒選手の A ランク選択契約書であったりとか、B ランク契約書ありますので、必ず全て獲得するようにしてください。で、この覚醒選手の契約書の引き方なんですが、無課金美課金の方これかなり重要ですので、また動画として上げようと思っておりますので、そちらの動画を見るまでちょっと引かないようにしてもらえたらなと。ちょっとまだ分かってないよっていう方はその動画を見てから契約書を引くようにしてください。 B ランク契約書でもその動画を見てから引くようにしてください。今回、獲得できる契約書、覚醒選手の S ランクの契約書がないのがちょっと残念なところではあるんですが、まあ、B ランクと A ランクのこの2種類しかないんですが、それでもね、順番っていうのはかなり重要になってきますので、そちらの動画はまた上げようかなと思っております。イベント限定の覚醒選手で手に入れられるのが、ドラ1のルーキーというような形となっております。覚醒選手ということですので、S ランクで極みにしたときに、現状の、通常 S ランクの、最大スピリッツ4600よりかは100少ない4500での登場となっております。覚醒選手12選手っていうのは解説動画もまた動画として上げようと思いますので、そちらのチェックもお願いいたします。というような報酬が、設定されておりますので、対決カーニバルをやっていくためにまずは、試合を行って対決を発生させていこうかなと思っております。今週ですね、試練大解放とか来てましたので、試練しか回ってない方がほとんどだと思われます。で、この時期獲得選手経験値 1.2 倍にはなってると思うんですが、まずはね、チャレンジカップをね、終わらせた方がいいかなと思われます。で、チャレンジカップも終わってる方でしたら、V ロード回って選手の、経験値アップ、レベリングをしていった方がいいかなと思われます。それではまずは対決を発生させていきましょう。はい、試合を行ってきて対決発生させました。で、この対決を行っていくんですが、まあ、この対決カーニバル、この対決を行うこと自体にコストはかからないので、発生した、対決はどんどんクリアするようにしてください。発生した対決っていうのは時間が1時間しか発生しておりませんので、この時間内に必ずクリアするようにしてください。さあ、まずは5打席で2安打を、打てば勝利ということです。で、この勝利条件を達成するともともと書いてあった対決ポイントがもらえるんですが、このボーナスミッション、合計4打席以内でこの2安打行えっていうような形ですので、このボーナスミッションをクリアすると、さらにポイントが加算されてゲットできるような形です。マジ、まあ、ですので、このボーナスミッションも必ずクリアするのが
重要。ボーナスミッションをねクリアして、追加でポイントを稼いでいけばなるべく早く累計報酬獲得し終わると思いますので、ぜひともやってみてください。 OK、 さあクリアで、こういった時にね時々強敵が登場しますので、この強敵は累計ポイントをめちゃくちゃ稼げるタイミングとなっております。ただね、ポイントが多い分相手がリアル起動とかちょっとめんどくさかったりするので、ただねもうこれは1本打てばいいだけ、空振りを4回しないうちに1本打てばいいだけですので、はい、さあこれでもう強敵を倒せば爆稼ぎですね。1600で時々こうやってパネルチャレンジが来ますので、でかい、うわーショック。あそこで、揃えられてれば A ランク自チーム契約書、もったいねー。さあどんどん対決やっていきましょう。やばい、ストライク一球見逃して、うわ見逃せなかった、最悪。さあこの対決は2安打打てばいいと、そして空振りは3回以内。まあ基本対 PC なんでしっかりやればいけます。よし、 OK、 でポイントゲットと。で対決を行っていくうちにカーニバルタイムが発生すると思います。でこれがカーニバルタイムに突入すると強敵が出てきやすくなったりとか、高ランクの対決相手が発生しやすくなるような形となっております。ですのでエナジー使ってなるべく早く周回したい、しちゃいたいっていう方はこのカーニバルタイムの間に、めちゃくちゃ回ってみてください。ゴールド契約書重要、最悪。というような形で対決カーニバル、試合を行って発生させた対決をどんどんクリアして累計報酬のポイントなるべく稼いでください。獲得した覚醒選手の契約書の引き方をちょっとまだ分かってない方は、今後上げる動画をしっかり見て自分のためになると思いますので、かなり得になる引き方をお話ししようと思いますので、そちらの動画のチェックよろしくお願いいたします。はい、というわけで本日は新しく来たイベント対決カーニバルについてお話ししてきました。本日の動画が良かった、参考になったという方、高評価チャンネル登録ぜひともよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画で会いましょう。バイバイ。